おはちこん、おはちこんバッチ、ハーチチャンネル始めていきます。今日はサクサクセスにて天才ショートを作っていきたいと思います。ということで、右投げ右打ちのショート、フォームはサナさん、好きな球団はソフトバンクでいきたいと思います。ということで、ヒーリングと天才いってみましょう。はい、では行きましょう。強いね、星158、 D が1個、 E が4つ、5つかということで、まあ42、43、そこちょっと低いけど、特能も優秀。まずは選手に会いたいんだがダメだった。ハテナはね、どのタイミングで行く、最初か、宝箱 OK、 また戻ってくる予定なので大丈夫。回復ナイス、もう一丁、よしよし、ミート OK。 選手がここで出てきたか。ほい、さあ選手に会いたい、よっしゃ確定。特の走塁士いいね。そして何よりも青マスも最後取れる、完璧です。 OK、 49が3つ、ほぼほぼ D ですね。もうさあ踏んでいこう、幽霊にまずは青、広角打法ナイス、無地が青 OK。 さあどう回る、あーここがあれなのね。ということはナイス回復量、赤が青 OK、 やばい絶好調すぎる。どうしよっかな、この辺も潰しておこう。ヒーリングも動く、で先に上を潰しに行って、あーヒーリングマジかよ、ここまで絶好調すぎて。おい弾道が2段階、ヒーリング落とすか、戻ってこいヒーリング。はい、ということで第2ステージ終了。わあヒーリングがなくなった、これは痛すぎる。能力ちょっと下がっていいからヒーリングカムバック、ナイス回復。でどうする、一気に変えれますか、これシャッフルするか、パワーにできたらなって思ったんだけどね。多分タイミング的には補給、あーこれ上から戻ってくるの、ここ戻ってこなきゃいけないんだ、なるほどね。じゃあシャッフルするわ、宝箱が下に来てくれれば OK。 下に来た、あデイダさんじゃん、デイダさん戻ってきて、カムバック、ナイス回復、ナイス回復。デイダさんが来てくれないと、まあでももう広角もらってるからいいんだけど、守備プラ7は欲しいんだよね。よっしゃナイス、オッケーオッケー。で守備上げて、ここで引くわ、なんだ肩でした、狂犬病、パワーが欲しかったな。はい、ということで第3ステージ終了。いやー C 早くのけたいね、パワー総力。はい、第4ステージ、位置が微妙。そして内川選手、塚田選手、基本能力確定だから、ほい、さあどうだ、宝箱回復、回復はちょい上にあった気がする、あー真逆だマジか。もう一個シャッフルはない、持ってたカードをミート強化、あえてロックオンされるか、カレンにパワー OK。 でここをパワー、もうカレン頼みだわ、これで会えるね、止まる、いやー止まるか、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ここの回復を。うわい。ナイス回復量。で、6度、ひじりに合う。もうギリギリを攻めすぎだよ、俺。ね、選手に会いたいんだけどな。オッケー、徳のミートに満塁アンダー男、阿部日が欲しかった。選手、オッケー。いや、ギリギリすぎでしょ。肩下げ。赤がなくなる、オッケー。ここで回復。いやー、無理ですよ。ヒーリングないもん。はい、ラスト。ナイス回復、そして宝箱、そして選手。基本能力かな。逆境走塁 B。まずは、ドン！ナイス 10！ どこ？あざーす！これは助かった。でもな、ここ、振ってから行きたかったんだよな。走力、低いところを上げる。選手にあって、この辺繋がってないのか。選手にあって、ハテナをちょっと連打してこようかな。早急 C。おい、ルジが赤ー。能力シャッフル、走力が上がる。走力 S になる。赤い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 。赤おにぎりは2つ。ハテナ来い、ハテナ。よし、とりあえずハテナ来た。あ、なんだかんだでいいルートになったじゃん。待ってよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。ってことは守備もいける。ナイス回復。おー。まだいけるね。ここで死ぬなよ。OK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 。ほい。ナイス補給。あー、補給あとワンランク。さあ、どうだ ?1,2,3,4,5,6。ダメか、1個だけか。いや、1,2,3,4,5。選手がどう動くかだよね。あ、無理か。はい、ということで、すげえ能力。SBSBBB。いやー、A 乗せたかったなー。いや、でもこれはショートとしてはめちゃくちゃ強いですね。ということで、名前設定していきたいと思います。はい、ということで名前設定してきました。名前、能力が SB ということで、ソフトバンク。チームもソフトバンクということで、ソフトバンクといったらやっぱ犬ですよね。そして、孫社長という意味の孫村を入れて、犬村。という名前にしてみました。もうね、名前がね、思いつかないということで、広角と満塁。 S と B だけでも523か、もっと伸びるかと思ったんだけどな。はい、ということでオートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割2分で第4位。それから安打数、こちらは第3位ですね、182本。で、ホームラン、こちらは日本人では最多なんだけれども、33本で第5位ですね。で、打点、こちらは、111打点で第3位。ということで、結構ね、いい数字は残してるんだけれども、タイトルはどれも取れずという、セーブが強すぎましたね。で、盗塁数が11、これはサクサクセスで10個以上の盗塁、素晴らしいと思います。なかなかないですね。ということで、猛打賞は14回、対左の方が打率は高い、長打率5割6分3厘という結果です。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチー。